令和4年12月7日文化人デジタル瓦版です。司会進行の山岡哲秀です。さあ今日のアシスタントは帰ってきたホワイトスワンシンガーソングキャスターさやさんです。よろしくお願いいたします。そして今日はスタジオにお越しいただきましたエルディッチ研究所代表ロバートエルディッチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日はスタジオに復帰してくださいました自民党前衆議院議員長尾隆さんです。よろしくお願いします。帰りなさい。いろいろなご心配をおかけしまして。いやまだ全開はしておりませんが。いや本当に心配しました。3週間ぶりということでよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。まあちょっとまあ、テイクイットイージーで。そうですね。はい、ちょっとまだね、マスクが外せるような、顔の形じゃないので。あ、そうですか。そうだったんですね。はい。はい、ちょっといろいろね、話題はいろいろあって、ちょっと頭に血を昇る話題もいっぱいありますので、はい、今日はちょっと、スローダウンして。一緒に、血を昇らしましょう。はい、お願いいたします。はい。さあ、それではですね、はい、早速、最初のツイート行ってみましょうか。はい、まずは山岡さんの12月3日のツイートからお届けします。 CPAC ジャパン2022トランプ元大統領からの緊急ビデオメッセージ。次回は直接会えるかもと。心臓に代わる人材はいないと安倍さんを惜しむ言葉も忘れなかった。日米の保守派は連帯しなくてはならない。そのために魅力を尽くしたい。県米でも重米でもない健全な連携が不可欠なのだ。はい、長尾先生、CPAC にね、長尾先生と私それぞれ登壇いたしましたけれども、はい、このトランプ大統領のメッセージはお気になりました？僕ちょっとこれ聞けなかったんですよ。あ、そうなんですか、ね、ちょうど退院してすぐね会場に向かったんで。そうだったです。あ、そうでしたか。はいはい、これはですね、一番最後に、ビデオメッセージということで、急遽出してくれたんですね。で新聞報道も一部産経新聞さんでやってましたけれども、ここで言ってたのはですね、次回は直接会えるかもしれないと、ということで冒頭を言ってたんですね、でだから日本来てくれるかもしれませんよ、はい、そしてやはり安倍さんに対するツイートということですね、やはりこの心臓に代わる人材はこれもういない、もう出てこないだろうと、これは日本にとってももう大変な、ね、損失だったと、世界にとっても、そして、心臓は日本の安全保障ということを真剣に考えていたと、もう自分も全く同じだったと、というようなことで、この、安倍さんを中心に置いたスピーチをですね、してくれまして、アメリカの大統領がここまでして、してくれるということで、はい、結構感動的なスピーチでしたね。はい。で、このツイートに書いたんですけど、この CPAC に行って改めて思ったんですけれども、やはり反グローバリズムっていうことあるじゃないですか。で、反グローバリズムっていうと、じゃあ反対なんだって言ったら、じゃあ、ナショナリズム。でもそのナショナリズムがあんまりこう、内向きにね、偏狂になってやっぱいけないわけなんですよね。こう、排外的だとか、なって、国粋主義的になるんじゃなくて、やはりこの CPAC に来ていたような、保守派の方々、アメリカからもヨーロッパからも、南米からも、メキシコからも、ハンガリーからも、オーストリアからも来てくれていたわけで、そういった方々とですね、しっかりこう連携していくと。健全な、愛国心、健全なナショナリズム、そして国家主権というものを大事にしながら、連携していくと。そういう姿勢がものすごく大事だなということを改めて感じました。はい。はい、というわけで、それは今後取り組んでいきたいと思います。ちなみに僕が出たセッションは、文化人放送局企画というふうに銘打ってありましたね。あ、そうだったんですね。はい。はい、エルドジリッチさんいかがですか？そうですね、ちょっとそれについていくつかの点があったんですけど、はい、私は5年前の CPAC ジャパンに参加したんですけれども、はい、登壇させていただいたんですけども、本当にいい集まりだなというふうに思ってて、で多分毎年やっぱり内容がやっぱりさらに濃くなっている、そしてより幅広く参加者がやっぱり出ているので、非常にいいものだなというふうに思ってます。で、今その、反グローバリズム、その反対で、ナショナリズムということですけれども、はい、私は、そういうふうに定義できるかもしれないんですが、私はちょっと別の言い方をいつもしてます。はいはい、やっぱり、国際政治学的に、はい、ナショナリズムはどちらかといえば、外から見たその国について強化するものですけれども、
だからもしその自国民だったら、まあ、基本的に自分の国をナショナリストと言わない。なるほど。愛国主義とか愛国心、パトリオティズム。はい。だから、ナショナリズムがやややっぱり良くないイメージがあると思う。うんうん、なるほど、なるほど。決めつけている。なるほど。で、さっきおっしゃってたように、この、なんていう、その、偏見的なものである。うん、で、決してそうではない。うん例えばその、まあ、トランプはアメリカファーストで当然彼の考え方の中には各国のファーストもう自分で自分の国を優先すべきという立場、はいはいはい、だから何々ファーストという言い方の方が、うん、正しいんじゃないかなというふうに思っています。なるほど、はい、勉強になりましたね、はい、確かにナショナリズムってのは外から見たものの言い方でね、うん、我々がナショナリスティックなのは当たり前なんだけど、 それはむしろ、その前提がね、そうそう愛国主義的と言うべきなんですね、うん、ペイトリアスティック、うんはい、って言うべきなんですね、うん、アメリカの場合は、うんまあ、左右両方そのアメリカファーストであることには変わりないじゃないですか、うん、日本の場合保守側も、まあ、いわゆる左派側もなんかこう両方がこうなんていうか日本に利益にならないことをやってしまってるっていうね。だってありますからね、ちょっと脱線しちゃうけども、うん、ずっと 年、まあ、年配ね上の世代の方に僕真面目に言われましたもん。企業の経営者に、はい、僕がやっぱり国益ってことをねちゃんと考えていかなきゃいけないんだと、ちゃんと考えられる人材育成しなきゃいけないんだって言ったら、とか言って国益を考えるということは非常に違和感があると。国益を考えないことが日本の国益なんですって真面目に言われましたからね。超有名企業の社長さんに。はあ、そういう教育をされてきてるんです、戦後。うん、70年間。うんうんうん、そう、例えばなぜ私はそのナショナリズムという言葉に敏感であるかというと、うん、例えば、外から日本政治を分析している人たちは、例えば亡くなった安倍総理はナショナリストで言うんけどもすごい腹立つ。なるほど。そうじゃなくて彼こそが愛国主義者と同時に国際主義者、はい、彼はやっぱりいろんな国を尊敬している、うん、だからその、まあ、トランプにしてもその海外の保守の方々はやっぱりそれぞれの国を尊敬しながら、はい、でも自分の国を最優先的に尊敬する、うん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 、尊重する、うん、だからナショナリズムという言葉はやっぱりなくしてほしいな、なくしてほしいな。なるほど、これ今勉強になりましたね。目から鱗です。いやいや、なるほど、まあ、そういう健全でですね、はい、まあ、そういったこう愛国者の連帯というものを作っていくということがものすごく大事なことだと思いましたね。また日本に対する期待がものすごく強い。CPAC に来るようなアメリカの政府高官、元高官は、やはり日本は最大の同盟国であって、日本に強くあってほしいんだと、リーダーであってほしいんだということを明確に言ってました。これはバイデン政権とはもう全く違うスタンスですよね。うんうんうん、ありがとうございます。はい、いや、勉強になりました。さあ、じゃあ特集その1いってみましょう。はい。日中関係と岸田政権ということで、高市大臣が閣僚で初面会、中国人権侵害究明議連発足ということで、この記事をご紹介します。高市早苗氏、世界ウイグル会議総裁と面会、閣僚で初、岸首相補佐官らも中国人権侵害究明議連が発足、超党派の100人超えが参加ということで、夕刊婦人の記事です。はい、ということで、中国の人権侵害をめぐって5日日本で大きな動きがあった。高市早苗経済安全保障担当大臣は、亡命ウイグル人による民族団体世界ウイグル会議のドルクン・エイサ総裁と日本の閣僚として初めて面会した。さらに中国政府による新疆ウイグル、チベット、内モンゴルの三自治区における民族迫害の改善に取り組む超党派の中国人による人権侵害を究明し行動する議員連盟が設立総会を開いたということです。なるほど、中尾先生、これなんですけど、ちょっと驚いたんですけども、まあ、いい動きですよね。しかし国会でこの、決議をできない、その人権侵害、反人権侵害決議をできなくてですね、で毎回
なんか骨抜きになってですね。で、その一方でこういう動きも出てくると。これはどういうことなんですか？これはね、ぶっちゃけ言ってしまうと。はい、言ってください。有本香里さんが全部動いた。おー。はい。で、議連は、高市大臣、あと岸信夫前防衛大臣、まあ現在、総理補佐官、それも安全保障担当のね、はい、あとはね、立憲民主党の松原仁さんのところにも、はい、行ってます、はい。本来であればですね、高市大臣、つまり経済安全保障担当大臣に、どうかドルクンエーサーなり、あるいは実はね、今回、前のチベット亡命政府の、首相だったロブサン・センゲ首相も来日してるんですよ。僕も昨日夜ご一緒させていただいてたんですけれども、うん、まあこの時にも議連には参加してくださってたんですけど、まあ、せっかくですねチベット亡命政府の前のトップと今のウイグル世界会議の総裁がね来日してるならね、うん、この議連がねちょっと議連会長の古谷先生にはちょっと失礼なものになりますが、うん、議連側がこういうお膳立てをして大臣と会う、うんうん、で高市大臣のこの写真の部屋はですね、うん、これ実は大臣室なんですよ、はいはい、で岸信夫補佐官のところはさすがに官邸に入ることができず、うん、まあ岸衆議院議員のお部屋でということになったんですけど、うんうんうん、まあ、ゆうかふじさんは、きれいに、記事をまとめてくださっていますけれども、まあ、これはもう、1にも2にも、まあ、ちょっと僕は、特に伏せておりましたのでね、はい、有本香里さんが、本当に民間人に、でも、ここまではできるぞ、というようなことをね、うん、きっちりと示してくれたなと思ってます。すごいですね。国会議員が本来であれば、これはやらなきゃいけない。もうそうですよね。そういうことだと思いますね。うん、で、超党派の議連ができたことはいいんですけど、はい、前もあったんです、うん。協議会という形で。はいはいはい、協議会が議連に変わっただけでありましてですね。はい、さあ、ここから先、マグニツキ法をきっちりと作れるのかどうかということが勝負であって、うんうんうん、そのためには政府に対して人権侵害の事実認定を、まあ、促すとか、あるいは事実認定をもっともっと民族団体の声を官邸で、あるいは叱るべきところで聞いて、対応しなさいということを議連は言うんですけれど、国会決議では衆議院でも参議院でも政府に対して促すこともできなかった。ですから、本当に道はまだまだ遠いなという印象がありますね。さあ、そこで長尾先生の12月6日のツイート。はい、はい、こちらの記事を紹介しつつ、公明党議員の参加、一人もありませんでした。参加したかった公明党議員もいたと聞いています。しかし、上層部の指示には従わざるを得ない組織の悲哀。議員一人一人の強い意志の積み重ねが必要です。と投稿されています。公明党、やっぱりそうですか。私も政界復帰を目指しているので、うん、はい、洗いざらい暴露することができないので。いや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 、ただね、逆だと思います。迷惑かかんなきゃいいんですけど、はい、まあ私のところにも公明党の関係者、議員、あるいは支援する創価学会の方々から、意外と多くのメールやいろんな連絡をもらってます。はい、ああ、そうなんですか。この1年間の間に。やっぱり、公明党を支えている方々、あるいは構成している議員もですね、うん、こういった人権問題になんで取り組まないんだという疑問を持ってる。だけど、あなたにその、長尾さんにその気持ちは伝えるけれど、名前は明かせないと、うん、ええ。名前は明かしてくれてるけれど、ちょっとそれはもう、門外不出にしてくれと。うん、ですから、そういうね、声なき声を、うん、なぜ公明党のトップと、あと自民党もそれを信じないんだろうかと、うん、まあ、私が考える